また食べずに寝るが始まりました。どうしてもケージに一人で入るのは嫌なようです。はい、チョコちゃんはずっとここにいて、たまに外で遊んだりはしますが、ジャン君のベッドに入っています。それを見てポンちゃんは遠慮がちにこっちのベッドに来ました。さあ、これからどんなことになっていくんでしょう。はい、シオン君はお出かけの時間です。はい、シオン君が出てくると今度はこの人ですね。チャコちゃんは遊び相手が来たと思ってやっぱり出てきました。はい、遊びますか君たち。はい、チョコちゃん。はいはい、チョコちゃんのご飯はここなんですよ。お分かりですか。私の顔見てもダメだよ。うまい、いいよ。相当お腹が空いていたと見える。ごめんね、音を立てたからちょっとびっくりしちゃった。驚いてるけど、でもね、いや、よかった。はい、1日半かかりました。つか昨日からだけど、うん、だから1日半。あ、そうか、なるほど。はい、じゃあ今日はね、夜また帰ってくるけど夕方から出ますが、それまでそこで一人ですけど頑張ってね。はい、じゃああとは簡単ですね。はい、ここにはお待ちかねの方もいますし、あれ、まだもうちょっと遊んだ方がいいかと思ったけど、いいかな。うん、お腹も空いてるみたいよ。アンズちゃん、アンズちゃんも来るよ。カリカリだけどね。はい、アンズちゃん、ご飯です。あれ、どうぞどうぞ。あれ、なんかウェット探してる。すみませんね、ちょっとお腹の調子を見ないといけないので。もしかしてアンズちゃんにもあげた。ちゃん関係ないんだけどね。じゃあシオン君を外で食べさせる。シオン君おいで。そうすると中に入らなくなるかな。そうかもしれないね。はい、はい、どうぞ食べてください。今日はちょっと特別だから、うん、無理言って申し訳ないんですけど、うん、お願いします。シオン君が、いい感じになるために、朝ね、あのベッドあげたから、言ってしまわれます。あ、すねた。あんずちゃんすねた。でもあんずちゃん最近さ、カリカリの方が好きだったじゃん。あんずちゃん、なんかカリカリの好きなものしか食べなくなったあんずちゃん。あんずちゃんカリカリ好きだったのに。まあちょっと置いといてみようか。で、あれか、食べ過ぎの可能性は。この量だったら、うん、あの、いや、2つ食べたら、そっか、2つ食べたらいい。
じゃあさ、あんずちゃんにはさ、今上で植えたわけよ。あ、もう出すのに時間かかっちゃうか。うん、すぐ出せるんだったら、そうしてあのしおんくんに食べられないように。うん、そうしよう。ぽっちゃんにはまた新しくね。よいしょ、はい、いいよ。はい、あんずちゃん、ベッドサイドじゃないと食べませんか？残したよ。はい、ちょっと変則的ですが、お腹の調子のチェックのためなので、夜またねお願いしますね。ではね。はい、ちゃこちゃんは今日ですね、夕方近くになってケージに戻ってくれました。これはもう自分の意思でですよ。ご飯を置いたら食べに戻り、そーっと閉めるという形で無理やりじゃなく戻れました。これがですね、実は大変なことで、今日はクロケンパパと、マオイママが、月に2回外出しているお留守番の時なんですね。たまにしかないお留守番の時に、なかなか戻ってくれなかったらどうしようっていう形で、結構早くから準備をしていたんですが、すんなり入ってくれたので、ゆっくり落ち着いた気持ちで外出できます。そして頑張って早く帰ってくるからね、ちゃこちゃんどうもありがとう。あなたはいい子ですね。さあ、こちらのお二人もお留守番なのですが、よろしくお願いします。大丈夫だよ。あんずちゃん、ジャン君とポンちゃん、お留守番よろしくお願いします。あなたたちはちょっともう慣れてるよね。よろしくね。ニワトリか。はい、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 なんだかんだとありましてですね、時間がだいぶ遅くなっちゃいました。でこの時間からちゃこちゃんを外に出すとですね、また、大変なことになりますので、出るのは明日の朝ということで、今日は全員ただご飯を食べるだけ、運動はありません。はい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 、はい、じゃあまずしおんくんですか。はい、しおんくん、はい、外には出られないからね。外には出られないよ。外には出られないけど、ご飯は食べようね。はい、どうぞ。はい、はい、じゃあね、
はい。はい。あんずちゃんはそのままで大丈夫だね。はい、はい、ご飯だよ。メタの方に行ってもらえると置けていいんですけど。はい、はい、はい、はい。お手手、お手手。お手手の上に置いてもいい？はい。はい、ご飯ね。はい、相当お腹空いてたね。ごめんね。今日はね、ちょっとね、今日で遅くなっちゃったの、ごめんね。リカさんね。はい、じゃあ次ですね。はい。という静かな夜です。これで満足して寝てくれたら最高なんですけれどもね。チャコちゃんのトッピングのこれでございます。すいた。そう、ジャンくん、ジャンくん食べ過ぎじゃない？